向こう側に倒れるんだから、あ、これを利用してバーン倒れたらこれはまきゴールゴール制しました西健一騎手です。おめでとうございます。ありがとうございます。今日は久々の騎乗でしたけども、はい、どんなこと考えて騎乗しましたか。いや、もう厩舎の方でもう仕上げてくれたんであとは、はい、馬に任せてはい、その仕上がった目白攻撃ですけども、レース道中の手応えなどはいかがでしたか。はもう体も絞れてもう、あ、いい感じで乗れました、はいはい。折り合い面などはいかがでしたでしょうか。久々でしたけど、いや若い頃よりだいぶ乗りやすくなってたんで、はい、よかったです、はい。第2障害は先頭で降りましたけども、あの時どんなことを感じましたか。いや、後ろから来る馬はちょっと 足のある馬ばっかりなんで、ちょっとそこはもうゴールまで気を抜けなかったです、はい。ゴール前迫られましたけども、はい、あれ最後は差し返したんですかね。乗ってていかがでしたか。ね、最後ちょっと負けたかなと思ったけど、もう一回最後の頑張って伸びてくれたんでよかったです。西健一騎手から見てこの目白剛力どんなところがいいところでしょうか。そうですね、やっぱり障害も上手ですし鼻も早いんで、はい、体もある馬なんでこれから先も頑張ってくれると思います、はい。それでは最後にファンに向けてメッセージお願いいたします。正月開催あとまだ2日ありますが、頑張っていくので応援よろしくお願いします。西健一騎手でした。先場所目白剛力校で制しました松井博文調教師です。おめでとうございます。ありがとうございます、まあ、この馬を扱ってそれほど時間は経ってないと思うんですけども、今日ここまでの、調整過程どのようにもらってきたか教えてください。いや、まあちょっと体が重いかなと思って絞り気味にしたんですけど、なんせ気持ちがないもんで、まあ、急ピッチの試合でしたね。今日馬体重が24キロ前回から減らしてたんですけど、もう急ピッチでここまで、まあ、馬体を減らして仕上げたという感じでしょうか。そうですね、はい。レースどのようにご覧になってました。いや、うん、騎手がうまく位置取りもよく、はい、競り勝ったのは素晴らしいと思います。はい、まあ、まだこの馬を預かってそんなに時間は経ってませんけど、松井先生から見てこの目白剛力どういうところが、いいところそうですね、やっぱり馬体の大きいところと、やはりと障害の突貫力、それがいいと、優れてると思います、はい。今後、まだその辺りも、他の部分でも成長など、しそうな気配がありますか。そうですね、まあ、体は俺の心並みに大きいので、まあ、あれぐらいになってくれればいいですけど、はい。では最後にファンに向けてメッセージをお願いいたします。これからも頑張ります。応援よろしくお願いします。